はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストビルダーズ2、続きやっていきたいと思います。今回ですね、このね、鉄を作ったので、まあ、先に進もうと思うんですけどね。今またこの中間の報告会なんで、とりあえずそれ終わってからですね。よしよし、今日もたくさんの功績が取れたな。早速報告会を始めるぜ。よし、まずフルコの部分をしれっとあいつに渡す。今日のフルコの部分は？これ、あ、もうちょっとだ。次ぐらいだね。あと61個で俺カッパーマンになれるぞ。今日の報告会は以上だ。おめえたち今日、明日も張り切っていくぜ。よっしゃ、行こうか。あ、さっきね。この収納箱とか置いてる場合じゃないね。置いてもいいけどね、別に。いい。よし。またいざとなったら鉄のものを作ったりできると思うんで、多分装備品多分鉄とかできると思うんですよ。そのうちね。お、ハテナって書いてる。言ってない場所はね、多分小さなメダルの。そういえば、戻ってないですね。あれ、リボンもらえるって言ってましたよね。小さなメダルの祭壇。どっかにあんのか、これ。なんかいろいろあるから、ここを、かっさらってもいいよね。壊せないんだ、これ。特殊なんだ。今ここがハテナってなってたの。あのハテナって書いてるから、ここのことなのかな。ただああんじゃん横に普通に。あっけど何これ。ああわかった。これなんだと思ってた。これ同じように並べればいいんじゃん。ただで、待って待って。違うな。ちょっとずつずれてんだ。ない場所に置けばいいんだ。やっぱな。ってことは、ここの、いや、ここの、やはり、まあ、全部違う場所に置けばいいってことだよね。これ気づかんかったね。よし、じゃあ行きましょう。まあちょっとまあ右側見とけばよかったんだけどね、見逃してましたんで。この奥のこれだ。おお、フルコ、ま待ってたぞ。ところでなんだその満足気ない顔は。そんでもってその強そうなハンマーは。おお、大金寿司か。それなら岩、この岩の壁もぶち壊すそうだぞ。よし、じゃあ、フルコ、大金寿司でこの岩の壁を壊すんだぞ。道が開けたら先に進むんだぞ。よし、行ってみましょう。大金寿司で掘ってくれ。ストン。いいね。さて、ここの奥は、鉄を作らないといけないゾーンなんで、またちょっと違う感じにはなってんじゃないかなとは思いますけど。こんなのなんかあんね、ここもね。こういうのはぶっ壊せって言ってんだよね。なんか雰囲気変わった。なんだこれ。これなんだ。な、フルコ、あそこを見るんだぞ。水？上から水が溢れてきている。荒くれはプール以外じゃ泳げないぞ。このままじゃ先に進めないぞ。そうだな。あそこの鎖を伝っていけば上まで登れそうだぞ。で？フルコ頼むぞ。上に開いてる穴をブロックで塞いで水を止めてほしいぞ。こういうことか。なんか指導なんかやってるけど。なんか、ありそうな気はするけど、あの奥にあのなんだろう。があって、おっとっと、ここを埋め、あっと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 、あ、ここから行けるじゃん。え、待って、戻ってきた。え、滝登りできない。マジかい。
危うく怒って死にかけるとこだったぜ。ふい、このブロックでいいか。薄グレイは、濃いグレイは、おお、足から水がなくなったぞ。フルコよくやってくれたぞ。さあ一応下まで降りてくるんだぞ。はい、ふい、助かったぞフルコ。水が漏れてた穴を塞いでくれたおかげで橋から水がなくなったぞ。ところで何なんだあれは。どうして地下にこんな水たまりがあるんだ。こいつはステイコというやつだぞ。地下には地上にないものがたくさんあるぞ。オイラも全部は行ったことないけど、神秘的な景色や神殿とか聖堂とか不思議な建物があるらしいぞ。それに一番深い場所にはすごいお宝も眠ってるらしいんだ。とにかく地下行動はロマンだらけなんだぞ。まあね、ここもいつかすごいことなんのかな。まあ行ってみよう、とりあえずはね。あれ何なんだろう、なんかあっけどね。ん、二手に分かれちゃったけどいいのかな。お、キラースコップに変わった敵が。キラースコップだろこれ。レベルがもうちょっとで上がんねえ。コードをつないでほしいぞ。よっしゃ、行きましょうか。あ、あれ、ゴロつきだろうな。ブラウニーもいるし。よし、武器とか作れるかな、そろそろ。よし、なんか浮かんだ。ん、鎖片びら。これないときついかな、さすがに次は。じゃあまた中間地点あたりで戻ればいいから。ここでなんか二手に分かれちゃったよね。ここは爆弾でいけるね。ん？あ、なんかいた。うおお、魔物だ。ハーゴン教団の魔物だぞ。指導、それにフルコ。なんとかしてほしいぞ。なんとかしましょうか。でかい、ボスがいる。毒針の方がいいかな。一撃手を狙える。よし。オッケー。毒針これは効かないんだ。でかい方効くかもしれないけど、ね、よし、うおー、さすがだぞ。ハーゴン教団の魔物を倒してくれたんだな。オイラたち派手に行動進んだ。きっと教団にいろいろバレてる。地上のバーも狙われるかもしれないぞ。ハーゴン教団、今のオイラたちには敵でしかないぞ。いつか全員やっつけるぞ。きっと指導が。とにかく、これで先に進めるぞ。このまま進んで行動を普及させるぞ。よし、ここまで来れば行動の普及は完了だ。あとはここの線路をつなぐだけだぞ。魔物恐怖症のオイラにとっては長すぎる道のりだったぞ。でもこれで鉱石の採掘量もぐっと増えるぞ。それにだぞ、行動が復旧してバーが完成すればペロも喜んでくれるはずだぞ。ああ、バニー、ペロバニー、オイラもういても立ってもいられないぞ。確かここいらにも線路があって、昔は地上とつながってたはずだぞ。
さあトロッコが走れるように途切れ途切れの線路を埋めるんだぞ。また線路か。うん、線路の出発点になるトロッコの発着駅は、お、あそこにあったぞ。ここの線路は2本並んで走ってるみたいだぞ。繋ぐのは大変そうだけど頑張るんだぞ。まあ行くか。線路はまだ手元にあるか。この辺りにも使われてない線路があるかもしれないから探してみるんだぞ。すべてはペロのためだぞ。トロッコに乗りながら上と線路をつなぐんだぞ。線路どっかにあるんだろうな。あ、これか。ここのこと言ってるよね。線路をつなぐ。うおお。線路が岩の壁で途切れてるぞ。これは困ったぞ。お、この岩壁ひょっとして。この先なんか匂うぞ。この岩の壁、大金槌でほっかわしてほしいぞ。まあ壊すか。まあそうなりますよね。やっと岩壊せるのかな。まあ線路も壊した。お、うお、ここは。おお、この線路は地上の鉱山街の東側につながっていたんだぞ。これでルートがつながったぞ。町と鉱山の中、行きしやすくなるぞ。さあ、フルコ、残りの線路を岩の壁の向こうの線路とつなげるんだぞ。また何か浮かぶかな、やったら。線路の片方はこれでつなぎ終わったみたいだぞ。もう片方もそのままつなげていくんだぞ。そうだね、45個もある。まだつなげてる最中にね、またね報告会なんで、多分これでもうカッパーマンになったんじゃない。よし、これでいつでもゴルドンを進化させられるぞ。戻ってこなくちゃないのか。うぐお、これで2本の線路が全部上とつながったぞ。さすがだぞ、フルコ。よし、これでとりあえず、まあ、拠点に行って、フルコ、どうか1000個集まったみたい。これでゴルドンをカップアーマーにできるわね。あの子きっと喜ぶわ。一緒にゴルドンのところに行きましょう。おお、うごー、やったやったぞ。俺やっとカッパーマンになれた。やったね、ゴルドン。その姿とっても素敵よ。ペロペロ、俺お前好き。お前喜ぶ、俺喜ぶけど、ゴールドマンにならなきゃ山にゴールド出して戻らない。まだまだ鉱石いる。坑道をさらに地下まで進めば金や銀も残っているだろうが、とにかく今はゴルドンが進化したことを喜びましょう。その姿素敵よ、ゴルドン。うお、ありがとう、ペロ。俺少し力ついた。ペロのために俺も頑張る。よし。これで全部の線路がつながったぞ。坑道も修理できたし、これで復旧は完了だ。だが、坑道は復旧できたのに、金はなかったぜ。ゴルドンは金が欲しいんだろ。前にも話したぞ。坑道はまだまだ広くて深いんだぞ。金があるのはきっとまだまだ奥なんだぞ。あはは、そうか。復旧は終わったが、坑道の探検はまだまだこれからってわけだ。地下深くにある神殿や聖堂ってやつも早く見つけてみたいぜ。おいらはそんなものよりペロの喜ぶ顔を見たいぞ。早く町に戻るんだぞ。戻ったけどね。あ、ちょうど戻るタイミングっていうかね。フルコ、指導。坑道の復旧が終わったみたいね。まさか本当に全部直したなんてすごいわ、フルコ。みんなありがとう。これで採掘量も上がって、賑わっていた頃の鉱山街に近づくわね。さあ、ゴルドンやみんなに知らせに行きましょう。OK。ハートだらけだ。
俺のお願いもう一つ叶えてくれた。フルコみんな本当にありがとう。やりましたね。これで荒くれさんたちのやる気も上がる。鉱石が取れる量も増えるはずですよ。そしてそしてペロがバニーになる日も近いってわけだな。うおーそうだぜ。俺たちのテンションもうなぎ登りだぜ。ふふ、その調子、みんな頑張ってね。しかし取れているのは銅と鉄、それに石炭だけです。やはり金や銀は坑道のさらに奥に。金や銀以外にも地下坑道には未知のお宝や建物がまだまだある。これからも探検してみてくれ。よし、ひとまず俺のお願い2つとも終わった。みんな本当に本当にありがとう。この調子で鉱山の復活をさせていけば残された金も見つかるはずよ。そしたらいつかゴールドマンに戻れるわ。ペロ、俺金属だけど溶けて蒸発しそう。お前本当に優しい。別に優しくないわ。あなたがゴールドマンになればゴールドラッシュが戻るって言うから。ごごご、お前が望むなら俺も頑張る。結婚式はいつにする？とにかくフルコ、地下にはまだまだ面白いものがありそうだ。もっともっと潜ろうぜ。これでひとまず2つのお題は達成よ。フルコ指導どうもありがとう。よし、おお、バーの完成に行動の普及、これで条件は満たしたんだぞ。ペロ、おいペロちゃん、大声で呼ばなくても分かるわ。どうかしたの？全ての準備はできた。さあ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 、早くバニーになってくれ。そうね、約束だもの。私早速バニーになるわ。おお、だけど何かが足りないみたい。このままじゃバニーにはなれないわ。準備ができたらまた呼んでね。私も早くバニー服を着てみたいから。バニー服、ただ足りないもの。どういうことだ、どういうことだよフルコ。ということはね、うお、ついに行動が復旧できたんだな。筋肉のない体でよく頑張ったじゃねえか。これで鉱石の上がりもバシバシ減るはずだぜ。次の報告会楽しみにしておけよな。そしてそしてペローがバニーになる日も近い。筋肉を盛り上げて準備しておかねえとな。ペロ、バニーもうすぐ。よ、ゴルドン、またおめえかよ。ペロのことになるとほんと地獄耳だな。俺体でかい、街を歩き回ると迷惑かける。だからここでじっとしてる。けどペロのこと好き。ペロ将来のお嫁さん。ペロのこと何でも話聞きたい。くそー、筋肉ならまだしも金属が恋敵になるとは夢にも思わなかったぜ。よし、ペロじゃなかったフルコ。ペロが言ってたバニーになるために足りないものって何なんだ。足りないもの、足りないもの、あ、一つだけ心当たりがないこともね。それは筋力だ。俺たちにはきっとまだまだ筋力が足りねえんだ。何、違うと思うだと。おいフルコ、おめえなんだその冷酷な冷静なツッコミは。筋肉が足りないってことは筋肉をビルドする筋トレ部屋が必要だ。全然関係ない。オラオラフルコ、ダンベルとツルハシ飾り、壁掛けタオルを2つずつ置いた荒くれジムを作ってくれ。おっと、豪華な部屋じゃねえと豪華な筋肉は作れねえからな。部屋は豪華さを星にしてくれ。豪華さを上げるには部屋の中にランタンでも置くといいぜ。ああそうなの、豪華さ、それをまあ作ればいいんだね。作れ、はい。まだちょっと時間ありそうなんで、収録しちゃいますね。何でしたっけ、鎖片びらできるって言ったと、あと右根っこあって作りました。なんでこれだね。どうなんだこれ、鎖片びらって確実強くなりますよねこれね。はい、これいらなくて、ここがあとダンベル置けばもう完了なんですよ。何個か3つぐらい置くのかな。ダンベルとツルハシ飾り、壁掛けタオルを2つずつ置いた。壁掛けタオル2つずつ置くんだ。まあ、ランタンでも置くといいぜ。まあランタンはいいけど、豪華さはついでに上がったので、こんなところに壁掛けタオル置いても意味ないのじゃ。これ置けばいいんだ。で、壁掛けタオル持ってたんで、ここトイレ作っちゃったんですよ。ね。鎖片びらになってますんで、あとは、ここにすごいところに通気口あるけどね。まあそれは気にしないで。タオルと、ダンベルを使った後は、手を拭きましょうみたいな。ダメ？あれ？あ、荒くれジムできた。できたけど外しちゃった。また、いや、どっかに置こう。
あ、できたできた。グオー、筋肉をビルドするための荒くれジムを作ってくれたんだな。いいかフルコ、部屋には豪華さってもんがある。こいつは部屋の作りによって変わるんだ。もし行けるなら積極的に星がたくさん豪華さの部屋を作ってみてくれよな。さーてと、豪華さの話はこれぐらいにして。ペロ、おいペロちゃん、何を見るぞ、どうかしたの？筋トレ部屋ができたんだ。俺たちはこれからたくさん筋肉を作る。だから早くバニーになってくれ。ふふ、バニーに必要なものは筋肉じゃないわ。フルコと一緒によく考えてみて。服装とか。なんだと、まさか、こんなことが。ぐわー。おい、フルコ、なんだよ、その汚いものを見るような目は。なんか作んのかな、そこまでやっちゃうか。できるんだったら。あ、いた。フルコさん、話はすべて聞かせていただきました。で、あなた今、こいつ誰だっけって思いましたね。僕です。鐘の音に導かれてきたセルジです。熱狂的な信者ね。まったく荒くれさんたちは筋肉心は分かっても乙女心はまるで分からないようだ。ペロさんが欲しいのはズバリ着替えができる個人部屋だと僕は思います。あ、着替えはとりあえずあるんだ。部屋だよ、そうだね。考えてもみてください。あなただったらこんな筋肉だらけの野外で着替えなんかできますか？フルコさん、あなたは設計図が描けると聞きました。僕が考える個室の設計図描いてください。町の東から出て、山に沿って歩くとある。だいぶ前に撮っちゃったこれ。奥にいたら怒ってません。グラジロアスをグローブで取ってきて、部屋に置いた植木鉢に乗せてください。あ、そういうことか。さあ、ペロさんの個室の設計図を描いたら、町の中で完成させてください。掴んで持ってくんのか。じゃあ、そうそう、部屋にはちゃんと名前の壁掛けをつけてペロさんの名前を書いてあげてくださいね。まあそうだね。ドレッサー、主人公の見た目も変えれるって言ったね、これね。はい、カスタマイズできる。だから、ああ、髪色とかも変えれんだ。この設計図は、ああ、ここに置こう。ドレッサーランタン、なんだあれ、あー、植木鉢ここか。で、グラジオラス、まあいいや、めんどくさいの持ってこい。あ、あった。まずここでしょ。ここと、砂町の壁？そんな持ったっけ？あ、これか。石いっぱいんだ。扉と、ドレッサーでしょ？ドレッサーがここか。まあ、取り分85個だったらしいけど。こんなまで買えれんの？ああ。あ、メガネ。あ、ワンの。ちょっとこれやってみようか。変わっちゃった。これはいいや。まあ、ちょっと気分転換で。ドアでしょ？ドアと名前の壁掛けがどっかにないとまず飾れないから、砂町の壁。はい、できました。石の椅子ですよ。で、ランタンどこだ？ランタンここです。で、名前の壁掛けを、ここかな？はい、横にペロって書けるね。ここにペロって書いて、はい。お、僕がお願いした通りのペロさんの個室ができたんですね。おいおい、これで本当に大丈夫なんだろうな。間違えたら掃除しねえからな。おい、ペロちゃん、ペロちゃん。
あら、これって私の個室？これならバニー服に着替えられるわね。ほら、ご覧なさい。僕の言った通りだったでしょ？ふふふ、待ってて、約束通りバニーになってあげるから。おお、主人公も変身したからね。あ、古子さん、あの着替え部屋を見ていたら僕は。古子さん、僕はここに来て腹が決まりました。僕も教団を抜けてあなたのようなビルダーになります。そしてバニー服をたくさんビルドするんだ。熱烈な信者だったんだね。うるせえ、今はおめえのことなんてどうだっていいんだよ。ペロペロペロ、早くオイラたちに姿を見せるんだぞ。おう、ちょっと近寄こう。どうかしら。うひゃー、すげえ。うわー、僕はうひゃー、グフ。これは破壊なんて言ってる場合じゃねえ。わしら全員ハーゴン教団を抜ける。わしらもビルダーになるぞ。どうかしら、フルコ。私似合ってる？はい。ふふ、ありがとう。フルコにそう言ってもらえると嬉しいわ。ペロー、ペロー。ペロのバニー姿、俺も見たい。こっちに来てくれ。すごいな。おお、ペロ。バニー似合ってる。最高、最強。うおー。おお、それがバニーか。なかなか強そうだな。頭のその角もかっこいいじゃないか。ふう、ゴルドンも指導もありがとう。みんなのバーのバニーになれて嬉しいわ。ペロのおかげで全員のやる気が上がった。おお、素晴らしい統率力だね。ゴー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 、この気配はなんだ？あ、なんか来るな、さては。お、じゃあ次回戦いだね。よし、ここまでできたからいいかな。とりあえず今は主人公もこの姿なんですけど、まあ、これは見てまた元に戻したらいろいろやりますね。とりあえず鎖帷子なんでね。ということで、今回こだわりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。